よいしょ。はい、皆さんこんにちは、滝沢イシスです。今日私は塩田競輪場に来ております。イエーイ。あいにくの雨だけど、まあまあ午後には止むでしょうということでですね、今日なんと、まあなんとといってもね、もう皆さんもうご存知かと思うんですけども、塩田競輪場なんとキッチンカーがたくさん来てくださっています。今日からねちょっとご紹介していきたいと思いますんで、お願いいたします。じゃあ早速ちょっと潜入していきたいと思います。でこのびしょびしょだけ気をつけていきましょう。トモズキッチンさんでございます。こんにちは。今なんかもうすでに何か作られているかと思うんですけど、そちら何ですか？鶏の甘辛揚げです。鶏の甘皮揚げ、甘辛揚げでございます、はい、今ここにちょうどあのポスター貼ってあるんですけれど、選ばれてナンバーワン、これなんか選ばれたんですか？そうなんです、グルメグランプリのグルメフェスでナンバーワンをいただいた、はい、みんなに投票いただいた唐揚げです、はいはい、ナンバーワンの唐揚げが岸和田競輪場にありますよ。ちょっと待って、びっくりって、ちょっと待ってください。でも私あのお店、はい、いろいろ調べさせていただいてて、はい、普段はクレープ屋さん、そうですね、やられてるんですよね、はい、このキッチンカーではクレープで、うんうん、お店もあるので、お店では、はいはい、あのランチの営業をしてます、はい、店舗っていうのは、はい、イートインの店舗、はい、中で食べるっていう感じ。そうです、そうです。それはどちらでやられてるんですか？泉大津の、はいはいはい、お店で、そちらでクレープとあとはそういう唐揚げとかも置いている。クレープはキッチンカーだけです。キッチンカーだけ、はい。普通に飲食店としてやられてる。そうです、そうです。なんか幅広いですね。なんかでもクレープとこの唐揚げ、まあ、特にだいぶ違うじゃないですか、はいはい、普段もこのキッチンカーでクレープ、ね、売られてるんだと思うんですけど、どうですか、この競輪場の中でキッチンカーをオープンして、はい、どうですか、なんか客層多分だいぶね、クレープだと多分若い女の子とか多い感じのイメージなんですけど。そうなんですよ。それで岸和田競輪場だけお弁当を販売させていただいてまして、うん、はい、はい、普段はクレープなんですけど、ここだけお弁当です。じゃあこの鶏の甘辛揚げは、ある意味ここでしか今食べられないんですか？そうですね。うわ、すごいこと聞いちゃいました。ちょっと私これ食べたい、これちょっとめっちゃ気になります。ちょっとこれいただいてもよろしいですか？はい、実際に、ありがとうございます。しかも出来たてをいただけることになりました。ちょっとでも他にもちょっと気になるのあるんで、お見せしていいですか？揚げたてカレーパンもすごいし、でこれ多分同じでね、あんドーナツね、え懐かしい、やばい、小学生の頃を思い出すあんドーナツ、幸せとは甘さですよ。いや、わかるわ、わかるわ。ちょっとまず唐揚げ、まず唐揚げいただきつつ、ちょっと本当に気になる、ちょっとお時間いただきます。はい、ということでね、今作っていただいておりますので、後ほど実食させていただきたいと思います。それではお待ちを。さあ、では行ったということで、ありがとうございます。皆さんからいただきたいと思います。はい、どうぞ。ありがとうございます。下にすごい、見て、これ旨辛のタレですか？そうですね。すごい、めっちゃしみしみ、ちょっと一緒にいただきたいと思います。いただきます。はい、どうぞ。やばい、しみしみのとこ食べたいな。すごいいっぱい入ってる、嬉しい。これ500円でこんな食べれるんですか？そうなんです。めちゃめちゃこれなんかコスパっていうのがもう大盤振る舞いというか、すごい。いただきます。すごい、この染みてる感いいっすね。いただきます。うーん、この甘辛のタレ合うなんかしかも揚げたてでこうね、サクサクしてるんだけど、はい、なんかしっかりタレがついてるから、なんかしみしみなんだけどサクサクみたいな。これは、うん、これは選ばれてナンバーワンだわ。ありがとうございます。うん、美味しいです、めっちゃ。
え、どうしよう、もりもり食べちゃう。いやこれは無限に食べられちゃう。え、これはじゃあ普段お弁当も出されてるんですよね、はい、そうですね、店舗でもお弁当を売ってるんですけど、はいはい、外で売るときは岸和田競輪場のみだけです。はい、もう本当にここでしか食べられない一品なんで、このね、やみつきになる唐揚げっていうキャッチフレーズがマジでぴったりすぎる。ありがとうございます。いや最高ですね。いやちょっとね、普通にもうモリモリ食べたい感じになっちゃってるんで、どうしましょう、え、食べていいですか。いやマジで美味しい。あの馬からです。うまからサクサクな唐揚げでした。ぜひぜひ皆さん、岸和田競輪場でしか食べられないんで、ぜひ食べに来てくださいね。車券も買ってね。